パイロットの創業者並木亮介と和田正夫は共に東京商船学校の出身。二人が初めて出会ったのは外国貿易を担う貨物船の上でした。若き船乗りは意気投合し、いつか日本から世界に誇れるものを送り出したいと熱く語り合いました。その後二人は船の仕事を離れ、並木は大学教授として、和田は実業家として別々の道を歩みます。並木は教鞭を取る傍ら、製図に使うカラス口の改良をきっかけに国産初の万年筆の金ペンの研究に取り組みます。並木は摩耗しやすいペンの先端にどんな金属を使用すればよいか困難に直面します。硬くて丈夫な羅針盤の指示ピンに発想を得た並木は、北海道で天然イリドスミン鉱石を見つけます。6年間にわたる苦心の末、1914年ペンの先端に使うイリドスミンの加工に成功します。しかし金ペンの完成を目前に研究資金が底をつきます。この並木の窮地を和田が多大な資金を援助して救ったのです。世界に誇る純国産14金ペンの完成です。この後和田は行っていた事業をやめ、並木と共に万年筆事業に一生をかける決心をします。1918年、並木と和田は東京日本橋に株式会社並木製作所を設立しました。商標を業界を先導する思いを込めて、水先案内人を意味するパイロットと、困難な時も沈まない不屈の精神を示す浮き輪に決め、念願の純国産万年筆の生産と販売を始めます。1925年、堅牢性の非常に高い漆を使ったラッカナイト軸を開発し、日米で特許を取得。そしてこのラッカナイト軸に日本古来の伝統工芸である蒔絵を施した美しい装飾の万年筆が誕生しました。翌1926年、後の人間国宝である松田権六氏がパイロットに招かれ、社内外の作家多数を組織して蒔絵万年筆の制作にかかります。その作家集団は国交会と名付けられ、その意味は、相撲が日本の国技であるがごとく、蒔絵は我が国の光であり、これを全世界に輝かさんと志すという信念で命名されたものでした。伝統工芸を施した蒔絵万年筆の名声は世界各国に広がり、世界の主要都市に販路を広げていきます。1918年、純国産万年筆のパイオニアとして出発してから100年、ボールペンをはじめさまざまなパイロットの製品が今や世界180以上の国と地域で使われています。